やっほーこんにちは。結構忙しく撮っております森有です。これから髪の毛のセットをしていくんですが、ここ三つ編みにしていきたいと思います。エクステが四つ編みのエクステなのですごいやりにくいんですけど、まず束分けちゃいます。こんぐらいの束にします。この束をまた半分に分けて、結構くるんとして止めておきます。で、3つに束をこう感じで分けて、今日はもう編み込めないのでこんな感じで三つ編みを、大きい三つ編みを作っていきます。一旦止めておきます。で、今度こっちやります。この1列、最後のこの2段の束を持ってきます。で、同じように三つ編みをします。はい、全部止めます。ゴムが切れちゃいそうで怖いんですけど。で、今度こうまとまったくるんと一回転をさせてゴムをしまいます。毛束が何があって多いんで、くるんと一回転がうまくできるかどうか、はい、ここですね。ここをほぐして、いける人はほぐしていった方がいいんですけど、私時間ないのでほぐしません。はいはいはい、できました。よかった。はい、これで一旦ドバーッとスプレーをしてほぐします。わかる？わかりますか？わかった？はい、ということで自分でできる時短ヘアアレンジでございました。まあこんな感じで、本当はここをこう編み込みというか三つ編みをほぐしていくと可愛いんですが、時間がないのでもう本当三つ編みって感じの三つ編みになってしまいましたが、こんな感じでございます。ということで森有でございました。またね、バイバーイ。